ありがたいことに100年続く宮大工様に国産仏壇認めていただきました。 金箔が吹いても剥げない国産物団、お仏壇の販売が天職、永田浩希でございます。2018年11月の心が金曜日、今朝5時34分朝、朝動画でございます。はい、えー、実はですね、昨日ありがたいことに大工様のお自宅にですね、納入させていただきました。もう改めて心よりお礼を申し上げます。あの100年続くですね、大工さんなんですね。えー 木のプロから認めていただきました国産物団ですね、えー、宮大工さん大正4年、100年続く、4今4代目様かな、えー、村田工務店さん、これ、熊本で有名なあのお店ですね、えー、東の2丁目。あのこの 大工様ですね。あの、今ほら、家ってプレカットですかね。あの、こう、もうこばで組んできて、現場でパッパッパパって組み立てるのがほとんど99。九十九パーセントだそうです。で、この大工さんは、手刻み、全部、やっぱ手で刻んでいくそうなんですよ。やっぱ、こう、手で、こう、一つずつ、こう、コンコンコンって穴開けて、こう、カンカンっていくんでしょうね。やっぱ、もう昔ながらのやり方ですね。で、手刻みの注文住宅専門店でございます。で、あの、やはり。 会長様社長様がですね当店の国産樹のに共鳴していただいたんですね。まあありがとうございます。もう心よりお礼を申し上げます。やはりあの木のプロの方ですからね。やっぱ木のおじさん見せてな、ね、いですけど、やっぱ木はすごいです。 床柱が8寸ですよね普通4寸5分とかでしょ4寸とかです今4寸かなとかするとですね8寸は倍かーみたいなですねあとやはりあのシャムがきとかですねけガキとかも素晴らしい名木を使ってらっしゃいますですねやはりあのこだわりの注文住宅であの意外とですねお値段は安くしてられるそうなんですよよかったらいっぺんですねこれホームページ見てみられてください面白いですこの方のホームページはあのやはりですねであの普通はあの住宅業界というのは価格は一切ホームページ 出さな,いそうなんですよであそこであえてそのタブーを破ってですねあの値,値段を出してらっしゃるとでち,ちなみにうちも出してるんですよあの仏壇業界でですねあのホームページに値段を出してるのはうちぐらいのもんですよそは皆さん伏せて,てらっしゃるんですよねであの実はねあのその時期によって安くしたりされるわけですよ想は。あのち かね、こう安売りの時には、でうちは安売りというのはしてません、もう常時いっぱいいっぱいのところでやってます、であのこれはもう国産仏壇、普通は100万以上します、それをもうあの標準のやつは60万、ちょっといいのでも100万、だいたいあれ200万ぐらいで売らないのをこう下げてます。でですすからああののこれは本当にですねあのわ やり方かなみたいなですね、本当にやっぱそのあたりを共鳴していただいたのではないかなと思っております、ちなみにですね、お墓も見せていただいて、お墓も国産、ベンツ1台分だそうですね、素晴らしいお墓、あの熊本の有名な江添石材さんからですねご注文されて。 本当に、すごいとか思ってですね、今まで見たお墓の中で一番すごかったです。はい、ではあの本当にですね、こういう素晴らしいお客様に選んでいただき、ですね身に余る光栄でございます。もう、木のプロに認めていただいた国産物団一生懸命頑張っていきます。よろしくお願い申し上げます。はいでは、ここまで、この動画を見ていただいて誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の開運ごあって心よりお祈り申し上げます。